はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマイトンでマジックやっていきましょうかと、ドラガデューン城ですね。ドラガデューン城に来ました。で、ドラガデューン城で囚人の解放をしていきましょう。で、囚人どこにいるのと、囚人はね、14の1にいますから、あーそこか、あ、ここ来たな。どう行くんだっけ、ああ、ここで、あ、今のとこ。このね、ここでね、これ目印なんで、これ右曲、左曲がるんですよ。で、違った、ごめんなさい。もう一個だ。ここだ。で、左曲がって、どん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 と、ここでまた出てくるんで、右曲がります。来たね、ここね。で、ここで、だから囚人を拷問とかしたらダメなんだね、きっと。逃がしてりゃいいと。でね、床につながれた変形生物はパーティーが近づくとうなり声を上げた。解放してあげましょう。変態生物？変形生物か。逃げていったと。これでドラガデューン城はとりあえず囚人は OK です。ここは正直そんな強くない記憶があるんで、だいぶ前に来てるんでね。あ、ちょうどいい感じで、ワンダリングありましたね。あら？ペガサス。あ、ウッドゴーレムいるわ。あら、ドラガデューン城も大して強いじゃない。なかなか同士だね。マジシャンが鬱陶しいね。あ、ドルイド。ドルイドは一応魔法効いたよね。でもマジシャンの方が鬱陶しいね。あ、ウッドゴーレム35で倒れた？あ、そうなのね。ペガサスってどんな感じなんだろう。ああ、一匹倒せましたね。逃げちゃったよ。ちょっと回復させておきましょうか。ああ、それか。中途半端だね。あ、そっか、今レベル10なのか。ちょっと待ってね。ああ、4にしておこう。あ、いやいや、違う。あ、4、4の3。あ、あれ、3の4か。ほんと、この稲妻ってずーっと使えるね。メテオがね、出てくるんだっけ。キャストで目を覚ましましょう。で、どれで打っちゃおうか、先。で、こんなもんかな。あと2発しか取られないんだね、魔法ね。ここも、結構、そこそこあるね。まあ、ペガサス逃げちゃったけどね。あと2発しか稲妻取られないから、寝るかな、寝た方がいいのかな。一発だったら寝たりするんだけどね。機能発行。はい。さあ。あ、おや？あ、これ抜けれんのか。で、これは1の1は何？あ、コーンプラス4のクローバー。いったよね。あ、気になっちゃった。いってると思うんだけどね。一応寄りましょうか。え？で、これ左だね。で、ここ左。いや、取ってるはずなんですよ。永続のね。コーンプラス。あ、扉開いた。あ、取ってる。え？盗賊取ってなかったんだ。あ、来てよかった。盗賊が取ってなかったんだ。あ、よかった。来てよかった。複数の人でやると、複数、パーティーがね、規定数以上、規定数以上のパーティー。私、だから今7人ぐらい抱えて、あ、もっとか。8人か。8人9人抱えてるんで、そうなるとなかなか管理が大変ですね。さあ、ドラガデューン城、出ましょう。で、エリア E1 に戻るんですが、さあ、今度は、ドラガデューン城が終わりましたから、ちょっと待ってください。次は、アラマー城か。アラマー城だね。アラマー城に行くことになりそうです。ドラガデューン城が終わりました。次はアラマー城。アラマー城はエリア E の3ですね。
エリア E の3、E の3、ここなんかあれだな。アラマ青。で次エリア E の3に飛びましょう。43と、はいと、 E の3だね、はいと。さあ E の3に飛んで、あれなんかいるねこれ。これなんかパスワードいるのかな。貴族のパスワード、パスポートが必要かもわかんない。私持ってっかな。ライオンの彫像が吠えた、パスワードはと、わかりません。1,2,3。ダメ。おお、真っ暗。ちょっと待ってね。じゃあ、B の2、4の4で入手するっていうのがあるんで、B の4、B の2、4の4。4の4、ここか。じゃあ飛んじゃいましょう、もう。一瞬、ライトつけようとしたんですけど、もういいですね。4、5。いや、テレポートじゃない。3、飛行。はい。は？ 4。ここあれか。魔法が効かないか。ちょっと待ってくださいね。どこなんだろう、ここ。このね、E の3の紹介としては、アラマ王の領地、偽の王の命で放たれた無数のモンスターが領内を埋め尽くしています。城に近づくは、ハレー書の可変パスワードを入力するか、テレポート、テレポート使用します。テレポート使えばいいのか。城の奥に進むにはさらに、貴族のパスポートがいるからテレポートでもよかったんだ。でもテレポート使おうとしても、あれなんだよね、結局。出た出た。どこだこれ。こっち通ると。ここか。ここでこう入んのか。で、エスケープじゃダメなの？エスケープじゃダメなんだね。ほら、なると真っ暗になって。なんか強引に飛ばされるね。とりあえずね、A の2で入手できる貴族のパスポート、取りに行きましょうか。はい。A の2ね。で、A の2の貴族のパスポート。パスワードって何なんだ？ハレー書の可変パスワード。ハレー書のパスワードなんだ？違う。ここでパスワード配布してるとこあるんだ。しまった。まあ、いっか。となったので、とりあえずじゃあ、ここで、いっぺん、寝ましょう。で、回復させておいて、ちょっと座標を調べましょうね。ここの、エリア B2 の説明は、砦を構える山林、山中にはアイスプリンセスがおり、質問に回答するとダイヤの鍵を入手できます。答えは愛って書いてますね。ダイヤの鍵を持った状態で質問に答えた場合は、ブロンズの鍵が手に入ります。ダイヤの鍵はエリア E3、1-4
カラアストラル世界7の 0M系のに使用しますが、後に入手するゴロスの目玉やアストラルでいつでも行くことができますので、本来の用途で使用することはないでしょう。ですが、テレポートの使用効果を持つため、こちらの用途で重宝します。ああ、テレポート使用効果があるんだね。で、4の、1確認。15の7。15の7。あ、こんなとこいるのね。あ、敵出てくるとこじゃない。これ、固定敵が出てくるとこじゃない。で、北に向いてると。あ、了解です。わかりました。まあ、こんなとこか。あれ？うわ、これテレポート、ジャンプかテレポート抜けないといけないね。よいしょ。で、え？15の7って言ってたよね。あ、ちょっと違う。あ、これ外行ったんじゃない。あ、敵か。おお、レッドドラゴンだって。もうやってみましょう。あ、とんでもないの来たな。しかもジャイアントスパイダー。あ、スパイダーだからまだいいか。火の玉にしたいとこだけど、レッドドラゴンがいるんでね、こっちで行っちゃいましょう。あ、スパイダーはもう食らわなくなってんね。おー、何このブレス。あ、当たんない。これし、これは終わったな。終わったやつですね。これは終わったな。強力な治癒を自分にかけましょう。これは終わったな。あのブレスだけで終わったな。で、強力な治癒。これを、自分だな。ああ、これは終わったな。で、ブレスだろうね。一回当たるか。おお、倒した。おお。倒したわ。あ、これはちょっと勝ちたいね。でもこういう時に限ってね、やられちゃうんですよね。ほら、麻痺きた。うーわ、腹立つ。で、ガーゴイルか。あー、ブレス一発60って驚いちゃったわ。私、あ、麻痺の回復できるわ。よかった。お、一気に強くなった。あー、2725。めっちゃ強いんですけど。ちょっとレッドドラゴンも驚いたな。これダメだ。金の箱。あ、いた。スモールシールドプラス2。スモールシールドプラス2。もうこれ盗賊だね。スモールシールドプラス2。ああ、盗賊僧侶。で、3あるんで、これはもう盗賊だね。もう持ってると思うけどね。大抵持ってんですよね。あら、持ってるわ。持ってんだね。じゃあね、飛行でですね、もうここはちょっと怖いんでやめましょう。さっきの E3 に飛びましょう。E の3ね。E3 に飛んで、ここでテレポート。貴族のパスポート。あ、違うわ。ハレーショのパスワードが手に入るので、9のにね、私ちゃんと読まないといけないね。もう飛ばしていっちゃうんでね。すぐ近くにあったんですよね。で、ここで言われるでしょ。あ、言われない？あ、これで言われるでしょ。で、飛ばされるでしょ。で、飛ばされたら、これでいいんだね。で、もう一回こっち行くと言われるんで、で、こっからじゃあ U ターンして、一歩。遠くからハープの美しい音色が聞こえる。は？
1、2、3、4で、これで右向いて1、2で、あら、ここで出てくるはずなんだけどあららら、ちょっと私間違えたかな。ハープの音が聞こえる。位置確認、10の位置、あ、全然違うわ。あ、できた。あ、もう一歩前だ。もう一歩前でした、ごめんなさい。で、これで1のように何か、あ、1のようにアストラルの世界か。うわー、アラマー城はほんなら初めてだね。ああいうライオンが今まであれだったから。あら、ここにいるはずなんですよ。ハレーショっていう人がいないね。ゴールイエチマイナデモン、あ、いいでしょう。ちょっと弱いからね。これハレーショのパス、ハレーショパスワードがちょっと手に入らないね。これはファイアボールで5番からいきましょう。で、はい。で、イエティかな。で、2番の4で。で、よいしょ。で、4、2の1。こんなもんかな。あー、また麻痺か。あ、でも、オークさんがね、麻痺を解除できるようになったので、これ大きいですね。ゴール、イエティ、イエティかな。で、3番イエティ。ああ、強いね、イエティ。で、4、3。麻痺ね。まあ、盗賊ね。あんまり、あんまりね、あれだからね。なんて言うんでしょう。盗賊さんはね、最後だけ活躍してくれたらいいので。まあ、でも最近はね、ダメージ与えてくれるんで。ね。これが分かんないね。ハレイショのパスワードっていうのが。グレイブいらないですね。ちょっと待ってね。9の2に、あ、9の 2! あー。9の2か。しまったね。10の3にいるんですね、今、北向きで。あ、1個横でしたわ。本当にオートマッピングがあるね、ゲームはね、大好き。このゲームないからね。ハープを強く、ハレーショという人がいるのね。今日のパスワードはトーンズ。このエリアを離れるとパスワードを変わってしまう。めんどくさ。了解です。わかりました。じゃあね、今回は、ここ、つどつど来ないといけないんだ。あ、それはテレポート使うわ。ねえ。もうテレポート使いましょう。まあ、ただ、今回これで取りだめ終わってしまいますので、今回帰っちゃいましょう。飛行で、はい、C の2でソーピガルに帰りましょう。いやはや、いやはや。まあ、あとは、そうですね、アラマー城から。アラマー城から、だね。はい。いや、でも本当ね、町に帰ってくるとめちゃくちゃホッとする。でも、レッドドラゴンびっくりしたな。もう死んだと思ったね。ああ、もう全滅したと思ったけど。いや、うちのパーティーも強くなったね、ほんとね。レベル上がるかな？多分上がんないと思うけどね。まだ足んないよね。足んないね。足んない足んない。まだまだかかるんだろうね、これ。もうパート300は超えるね。
スター味こっちだね。あ、そうだ、処分できるものを処分しちゃおう。ちょっとレッドドラゴンの時は期待したんだけどね、アイテムをね。カクタスネクター売っておこうか。なんだろう、あ、私クリスタルキー持ってるわ。全然覚えてないね。はい、グレイブ40なんだね。はい、スモールシールド、あ、これ使う。あ、こんなもんだね。さあ、じゃあ最後のね、また伝言の方に行っときましょう。アラマー城行ってください。アラマー城で囚人を解放してください。で、残りの囚人の解放順序がもしわからなければ、コリンブルフの洞窟行ってください。そこに行くと、わかりますので、一応ね言っておくと、アラマージュの後はブラックリッジ、サウス、ノース、ホワイトウルフの順で行っていけばいいと思います。というわけで、じゃあ、来週も頑張ってくださいねともう他人事だね。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。